一問問題があるので、はい。これをやってみましょう。はい。1番。1番？じゃあ、ファイナルアンサー出しましょう。どれですか？4番。4番。はい。じゃあやってみよう。はい。まずね、引っかかったね、さらにのやつは確かに知識として必要だね。はい。はい、うん。この今言ってくれたさらにってこの言葉ね。はい。これ最後のずって言葉は何？つけし。うんだよね。で、はい、このさらにって言葉は、打ち消しの言葉と必ずセットになります。うん、はい。で、訳し方が大事。うん、なんて訳すかな？全く。あ、そう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 、全くとか、少しもとかね。はい、そう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 。お、それはいけたのね。ああ、そうだ。はい。思い出した。思い出しました。うん。そうするとさ、じゃあこれ1,2,3,4,5の中でどれが候補になりそう？はい、1番。だけ？と、4番。そうそうそう、この消しても OK ね。はい。だから、このちゃんと文法の知識を持ってれば、うん、2番はない、はい、3番もない、5番もないっていけそうだね。はい。じゃあとは1と4を決めたい。彼が清廉潔白な態度をしていたんだけど、人々は決して、決して、それを認めなかった、うん。みたいな感じだよね。はい。それって何？清廉潔白、うん、な振る舞いをしても、うん、賢人って名乗ってること、うん、うん、だよね。お、はい。じゃあ1と4どっち？1番です。ああ、そうだね。はい。おお、だからさ、これ実は明治大学っていう大学の問題なんだけど、はい、まず、はい、この問題の一番のポイントはさ、やっぱまずこの文法なんだよね。さらにとず、うん、うん、この文法が、まず入ってると、それだけで、あ、この、全くか、決してかのどっちかだなっていう風に、判定がつく。うん、でも、1番と4番は全然、上の部分が違うんだよね。賢人と呼ぶことなのか、はい、無能さをなのかね、うん。ってなると、はい、こういった、文と文をつなぐ働きが、うん、回答を導いてくれるんだよね、うん。そうそう。だから、こういうところにうまく注目できるように読んでいけるといいわけだね。はい。お、でも、すごいね。読めてはいるね。ここね。安心しましたよ。OK! じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日また素敵なところにいるんですね。はい、撮影の合間で。撮影の合間ですか。忙しいですね。はいはい、よし、やりましょうか。まあこれ西暦を書いてるんでわかるかと思いますが、今はちょうど江戸時代をやってます。はい、江戸時代は1600年から1867年までなんですが、その中でもまずは1651年から1715年まで、これを扱ったのがこの第19章、タイトルは文治主義の展開と言われるものです。はい、ここまでいいですね。はい。じゃあ、この数字の意味は何だろう ?4,5,6,7,8,9,10。この数字には意味があります。何代目？まずはこれが最初のクイズ。みたいな。お、いいですね。何の代数なんでしょうかね。
なんで徳川家。うん。はい、いいでしょう。徳川家の将軍の代数だ。いいですね。4代、5代、さらには6代、7代の時には天皇家とのつながりを強めることで、いずれも将軍権威っていうものを高めようとしたんだっていうポイント、共通点があって、これこそが第19章のメインテーマになってくるんです。しっかりと秩序をつけようと思ったら、絶対にやらなくちゃいけないことって、あのね、お金をやっぱかけないとダメなの。上に立とうと思ったら。それなりの出費っていうかね、身分に応じた、そういう生活もしないといけないし、そもそもこの文治政治を目指すんであれば、それで上に立とうとしたければ、お金がかかるっていうことを絶対に押さえておいてください。いいですよね。はい、で、すいません。もう続き次回になっちゃうんですが、ほっぺね、38ページに戻ると、はい。カッコ1の丸の3。これ、明暦の大火っていう江戸の大火事があって、で、めっちゃお金がかかる、また。町を作り直さないとあかんし。で、次のページ行こう。40ページ。はい、丸の4番。いいですね。仏教保護で、いっぱいお寺とか作っていくから、お金がかかる。いいよな。で、丸の6番ぐらいでそれが問題になってくる。いいね。金山、銀山からの収入も減少しているし、お金が、収入が減って支出が増えてる感じなんだよね。わかりますかね。うん。で、どうやってその財政を立て直していくのかという裏テーマがあるんですよ。うん。でね、この綱吉の時代っていうと、今の僕たちのお金って金とか銀でできていないからちょっと難しいんだけど、この金貨に含まれている金の量を減らすっていう技があるんですよ。うん。そしたら節約になるっていうふうに考えたのが、この荻原重秀っていう人ね。この丸の6番のね。元禄金銀って言ったら、ちょっと質の劣る金貨とかを作ればいいんじゃないかって考えたんだよね。一方でこの6代7代の荒井白石は42ページの括弧の2番だ。はい。はい。朝鮮からの使節通信使の待遇を簡素化する。いいね。ただ、丸の3番、開白五子神令といって、貿易自体を制限する。中国やオランダとの貿易自体を制限する。こんな感じで、この荒井白石の時代も財政再建をやっていく。それが次の、この第21章の、昨日ちょっと知らないって言ってたけど、享保の改革、田沼の改革、この江戸時代後半の様々な財政再建という改革につながっていくっていうので、これで19章が終わり。はい。わかった？大きく2つのテーマね、はい、上下の秩序をつける、将軍の権威を上げるっていう話と、それに伴って財政が悪化するから、財政再建をしないといけないっていう、この2つの、話を軸にして、歴史用語をまとめていってください。はい。いいですか？ありがとうございます。じゃあ今日はこんなもんです。はい。はい、じゃあまた続きは今度やりましょう。お疲れ様でした。はい、お願いします。ありがとうございました。頑張ってね。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ始めましょうか。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鎌倉にいる滝野さんと。はい。カイさんは横浜スタジアムですか今は。え、じゃあこれ松田スタジアム、最近の松田スタジアムを撮影したので。あ、横浜の松田スタジアム、広島カープのスタジアムですね。はい、わかりました。最初に主張があれば必ず具体例が来る。読まなくてもわかる。具体例から来ると必ず主張が来る。だからそうやって
論理を追っていけば自分の主観を入れる必要がない。しかも読まなくて分かる、分かったことを確認していくから誤読なんてありえない。そして英語や古文や他の科目でこの箇所がよく分からないと思っても論理をしっかり追ってれば大きな読み間違いはない。読まなくても分かってるから。でそして記述とか小論文で文を書くときは正確で論理的な文を書くことができると考えたらば、ね、国語の中の現代文という分野を勉強してその得点を多少点取ろうということじゃないということは分かると思うし、この力がなかったらどの科目も勉強してもやはりね、ただ覚えたことを答えるだけで深く理解したりとか、あるいはそれを不特定多数、まあ採点官だけどね、に対して論理的に説明することができないから伸びないという。で、これを受験の間にある程度身につけとかないと、多分大学に行ってもあんまり、ね、こう、というのかな、頑張って勉強しても成果が上がることができないというか。で、大学行くことが目的じゃなくて、大学で勉強することが目的だから、その時に論理が分かってないと、大学に行ったって活躍できない可能性が高いってことなんだよね。だからそういうことをもう一回ね、意識して、国語の大事さを、まあ二人、まあ、最初に来た時、二人ともくしくもね、国語のことをちょっと、現代文のことを言ったので、だったらば、ちょっとそのことを意識して、他の科目もやってみたら、すごくいいと思うよね。はい、じゃあね、今日はここまでにしましょう。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。はい、